レーンゴリト・グリエールは、ロシア帝国出身の、ロシア帝国末期からソ連建国期に活躍した、作曲家である。生命は、ウクライナ語読みでは、レーン・ホリド・モリツォービチ・フリーエール、ロシア語読みでは、レーン・ガリト・マリツォービチ・グリエールとなる。キエフに生まれる。父親は、ドイツ人の楽器職人で、母親はピアノをよくした、ポーランド人であった。 生後間もなくプロテスタントの教会で受選。洗礼された時の名前は、ラインホルト・エルネスト・グリエールだった。ロシア人や聖教徒の祖先はいないとされる。モスクワ音楽院で、セルゲイ・タネエフ、アントン・アレンスキー、イッポリトフ・フイワノフなどに作曲を指示。1901年よりしばらくベルリンに留学し、作曲の研究の傍ら、 ベートーベンやマーラー作品の解釈で知られた指揮者、オスカーフリートに指揮法を指示。また、1902年から1903年頃、師匠、セルゲータネーエフからの指示で、まだ少年のプロコフィエフの元に赴いて、作曲法の手ほどきをした。モスクワ音楽院で1920年から1941年まで、教弁を取り、プロコフィエフやハチャ・トゥリアン、 リャトシンスキーらを育てた。1938年から1948年まで、ソ連作曲家同盟組織委員会の議長を務めた。モスクワにて高い。グリエールは、スクラービンやラフマニノフと同世代であり、チャイコフスキーと国民学派の両方から影響を受けている。初期作品の室内楽や二つの公共曲は、ドイツ公記ロマン派音楽、例えば、 ブラームスやワーグナーの影響が歴然としているが、それでも、なお、公共曲第2番では、強烈な民族的表現も明らかである。帰国後に作曲され、ストコフスキーや、オーマンディに愛された、公共曲第3番、イリア・ムーロメツは、グラズノフへの検定作品であり、構想や音色の好みにおいて、リムスキー・コルサコフを彷彿させるカレーで、 旧壮大な表大公共局である。第一学章では、ロシア正教の成果が転用されており、第二学章では、スクリャービン中期の様式によって、拡張された調整と変化和音の多様が著しい。第三学章は、ボロディンやグラズノフの民族主義的な作風に、従っている。 ロシア革命後のグリエールの作風は、国民学派的な要素が影を潜めた代わりに、中国や中央アジアの民族音楽を自由に活用するなど、オリエンタリズムを強調する方向に傾いたなど。しかしながらモダンなコスモポリタンな作風へとは進まずに、以前としてロマン派音楽の伝統の上で創作を続けた。晩年の作品、コロラ・トゥーラ・ソプラノのための競争曲や、 ホルン競争曲、ハープ競争曲は、初期のロマン派音楽の様式に戻っていて、幾分無国籍の感を免れない。それにもかかわらず、というよりもそのために、スターリンチ下のソ連においては、社会主義リアリズムの模範的作曲家とみなされ続けた。キエフにある、キエフ高等音楽院の正式名称は、グリエールの功績を記念して、 R.M. グリエール記念キエフ国立高等音楽院となっている。グリエールは近年までしばしばベルギー系ないしはフランス系であると言われ続けた。このような混乱のもとは出版社によって誤ってラテン文字表記のせいにアクサンテグをつけグリアグリエとされたことに遡る。グリエールの本来の性はキリル文字でであり、元はドイツ語の グリアに由来するものだった。そのため、グリエールが、5末の R を発音させるための措置として、アクサングラーブを用いたエアに語尾を置き換えたところ、いかにもフランス語メたせいになったため、結果的に父親は、ベルギー出身の楽器職人という風説が出回ることになったらしい。ありがとうございます。